そこだ、行け。なめんな。こんなのはどう。
天学の英知をここに。剣学の英知をここに。治癒なら任せてくれ。そこだ、行け。
そこだ、行け。
魔力を集中させる。剣学の英知をここに。
魔力を集中させる。陸路を進んできたものの、ここで行き止まりみてえだな。アリゼたちのところに戻って船を直さねえと。みんな無事？
気になってたんだけど、ウクラマトはどういう経緯で蓮王の養子に？小さかった頃のことだから全然覚えてねえんだ。物心ついた時にはもう蓮王宮で暮らしててさ。ただ生まれはイクブラーシャ、ヤクテル樹海にあるシュバラール族の集落だって聞いてる。一度も訪ねたことはねえんだけどな。私にとっちゃ親は親父ただ一人だけだしよ。その気持ちわかるわ。私も本当の両親のことは覚えてないから。知りたいと思ってた頃もあったけれど、いつからかそんな気持ちも忘れちゃった。私にはガラフおじいちゃんがいてくれたし。へえ、クルルも私と似たような境遇だったんだな。親父は私やコーナ兄さんを実の子みたいに愛してくれた。ゾラージャ兄さんっていう血のつながった子供もいたのに。昔私が獣の住む森に入り込んじまった時も、親父が真っ先に探しに来てくれてさ。ビビって泣いてる私のことを叱ったってよかったんだ。なのに部の親父と来たら、よく生きてたなぁなんて褒めるんだぜ。まあ結局その後、今は眠ってるリの親父に説教されたけどな。森の危険性について何時間も延々と。普段は優しい親父だけど、鍛錬の時は厳しくてさ。今思えば、私が王女として立派に生きていけるように本気で向き合ってくれてたんだよな。なのに私は全然その期待に応えられてね。自分の国なのに知らねえことばっかりだしよ。アルパカのことだって、イヒーハナサイのことだって何一つ知らなかった。大した経験もないくせに、トライオラの中で生きてるだけでトラル大陸のことを分かった気になってたんだ。私にはコーナ兄さんのような知恵も、ゾラージャ兄さんのような力もない。虚勢を張っているだけで王女として未熟だ。誰かと比べるなって。そうか、そうなんだよな。王を目指す気持ちに兄さんたちは関係ないんだ。私が頑張る理由は最初からみんなのためだったんだから。自分で言ってたでしょ、知るってことが大事だって。聞いて、感じて、考えて、そうして積み重ねていけば、明日のあなたは今日のあなたより理想に近づけているんじゃないかしら。みんな悪い、情けねえところを見せちまったな。トライオラの王女だとかって虚勢を張るのはもうやめだ。知らねえことだらけならこれから一つずつ知っていく。それからもっと好きになるんだ、私が守りたいこの国やみんなのことを。あたしはあたしらしくこの道を突き進んでいくぜ。そんで絶対に黄金鏡を見つけてやるんだ、クルルのじいちゃんのことを知るためにもな。ありがとうウクラマトさん。でも
おじいちゃんのことまで背負わなくていいのよ。ガラフ・バルデシオンは未知の危機から人々を救うために活動していた人。その孫娘として誰かを傷つけたり辛い目に遭わせたりしてまで調査を進めたいわけじゃないの。一緒に進みましょう。できれば楽しみながら、みんなで思い切りやって気持ちよく勝つの。そのために私も全力で手を貸すわ。ああ、そうだね。我々は同じ道を進む仲間だ。皆で力を合わせて黄金鏡へとたどり着こう。お前らありがとよ。頼りにしてるからな。何やら盛り上がってるみたいだが、兄として妹に一声かけなくていいのか。その必要はありませんよ。お二人こそよろしいのですか。ラマチに協力している方々はお仲間なのでしょう。だというのに敵対するような状況になってしまって。俺たちはお前に協力しちゃいるが、あいつらと敵対してるつもりはないさ。無論お前を王にするために必要なら正々堂々やり合ってやるがな。何のしがらみもなく彼らと競い合う機会などこれまでありませんでしたから、少しばかり私の心も踊っているようです。それにしても魔法大学の首席卒業者やバルデシオン委員会の代表までがラマチに協力しているとは、厄介な方々が現れたものです。加えてあの冒険者、あなた方の言う通りの人物ならば手ごわいどころの話ではありません。だからといって継承の儀を諦めるつもりは毛頭ありませんが。オルコパチャへ行って改めて気づきました。アルパカ頼りの物流では大嵐などの天災で容易に寸断され、民の暮らしが危険にさらされてしまう。だから僕がシャーレアンで学んだ技術を生かしてもっと豊かに安全な生活を実現しなければならない。この国はもっと変えていける。僕がやってみせますよ。ま、今はそれでいいさ。この旅はお前にいろいろなものを聞いて感じて考えさせるだろうからな。ところで俺はこの継承の儀で引っかかってることがある。黄金鏡に至るための条件についてな。扉にかけられた封印を解いて王となるのは七つの試練を超えたものじゃない。勝者は七つの秘跡を手に入れた者。ええ、おそらくこの先はもっと荒れるでしょうね。
他の皆さんはまだ到着しておらぬようですな。手だれの協力者を連れていても、コーナ様とウクラマト様ではゾラージャ様には一歩及びますまい。なぜならあなた様こそ相当の血を引く唯一無二の存在、奇跡の子。連王の座を継ぐために生まれてきたと言っても過言ではありません。そのような肩書きに意味などない。そういえば継承の儀に黄金鏡が関係するという噂を聞いてから、グルージャジャ様に近しいものを探ってみたのですがね、彼らはこんなことを口にしていたのです。黄金鏡に至ることができた者は未来を変えるほどの力を得られるらしいと。本当にそんな力があるなら、ぜひとも私もあやかりたいもの。ですから、そろそろ動こうかと。利用価値があると示せなければ放り出されてしまいますから。先に確認しておきますが、私の策が誰に向こうと、あなた様を王にするためならば問題ありませんな。戦では誰もが平等に血を流しうる。王族とて例外ではない。故に人は戦の愚かさを知ることができるのだ。少しは楽しませてくれるかと思ったが、所詮ただのデグノボーだったな。ミスネコちゃんはあの後どうなっただろうね。簡単に死なれちゃつまらねえが、それならそれでまだ遊び相手は二人もいる。お頭は継承の儀に勝って王になったらどんな国にしたいとか考えてるんで。なこと俺様にはどうでもいい。オイラたちはただ相当こそが優れた種だって証明するだけさ。そうなれば父上と母上は喜ぶだろうぜ。うん、それにオイラたちが王様になれば劣等種ども追い出して血族みんなでトライオラで暮らすことができる。それ最高じゃねえか。さっさとあんな新曲性森から出してやらねえとな。そうと決まれば出発だ。先行して調子に乗ってる一つ頭の王子様にここらで種の違いを分からせてやるぜ。お待ちくだせ。一人足りねえと思ったらどこで未熟さ食ってやがった。船から落ちた時は死を覚悟しましたが、なんとかここまで。でもちょっと腕をやっちまいやしてね。少しばかり治療と休息を。従者ごときがオイラたちの足を引っ張る気？ついてこられないなら置いていくだけだよ。悪いな、弟がこう言ってるんだ。獣の餌になりたくなけりゃ足がちぎれてでも必死についてこいや。そんな、俺は宗傑の教えを、祝福の兄弟を信じて必死についてきたんですよ。待って、頼みます。
置いていかないで。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.